リサキ君、どういうこと？何これ？ごめん、急にボールが来たから。はあ、ふざけ。才能の原石どもよ、ここでは結果が全てだ。敗れた者は出ていけ。キラリョウスケ失格。俺の将来が潰されなきゃなんねんだよ。リカと何の関係があんだよ。その部屋の広さはペナルティエリアと同じサイズだ。ここで仕事ができない人間にストライカーの才能はない。だからどうした？リコックはサッカーじゃねえっつってんの。だからってこんなたかだか2分ちょっとで俺の何がわかんだよ。1試合の中で1人のプレイヤーがボールを保持できる136秒。お前は平等に与えられたチャンスを不意にしたんだ。でもラスト10秒じゃどうしようも。お前は試合でも同じことを言うのか。この鬼ごっこにおける鬼はボールを持ち続けることで敗者にもなりうるが、誰かに当てることで自らが勝者にもなることができる有権者だ。倒れたイガグリじゃなく、自分よりランキングが上のやつを倒そうとした潔与一、そこからボールを奪い一番強いものを倒そうとしたバチラめぐる。俺が求めるストライカーのエゴイズム。キラリュウスケブラックオ。だってあいつが急にバチラが来たから。キラ間違ってる。絶対